アンドレ・マッセナ。アンドレ・マッセナ1758年5月6日から1817年4月4日は、フランスの軍人。第一訂正したの元帥、エスリンク大公爵。リボリ公爵。ナポレオン戦争では主に方面軍司令官を務め、スイス戦役や半島戦争などに従事した。日本語では、マセナと表記する場合もある。 1758年5月6日、マッセナは、ニースの貿易省の息子に生まれた。幼い頃に両親を失い、石鹸製造業を営むおじに引き取られたが、13歳の時に家出し、武装商船の船員になった。1775年、船員を辞め、一兵卒として、フランス陸軍に入隊し、ロイヤルイタリアン連隊に配属された。 歌詞官の最高位である総長まで昇進したものの、貴族出身者以外にはそれ以上の昇進の見込みがなかったため、1789年に除退した。その後、密輸業を営んでいったが、1791年に再び軍に入隊した。かつての軍歴が評価され、1792年までに大佐に昇進した。フランス革命戦争が進行する中、 マッセナはイタリア方面軍で着実に功績を上げ、2年で将軍まで昇進した。1794年8月のサウルジオの戦いで最初の勝利を挙げた。1795年8月3日、ロナウトの戦いにおいてオーストリア軍を破ったことは彼にとって最初の著名な勝利となった。また、この戦いで初めてナポレオン・ボナパルトと対面した。 1796年、ナポレオンが新任のイタリア方面軍司令官となると、マッセナは彼の指揮下に入り、イタリア遠征を進めていった。1797年1月14日、リボリの戦いで、マッセナは驚異的な軌道によって、オーストリア軍の後輩をつき、勝利の立役者となった。1799年、マッセナはスイス方面軍司令官に任命され、 第二次大仏大同盟に基づいて、ヘルベキア共和国スイスに樹立された、フランスの海外国家へ侵攻してきた、ロシア・オーストリア同盟軍と戦った。同年9月25日から26日にかけて、行われた第二次中立比の戦いで、同盟軍を破り、大いに名声を高めた。1799年、ブルメールのクーデターによってナポレオンが第一失勢となった。 1800年、マッセナはイタリア方面軍司令官に任じられ、イタリアに派遣された。しかし、数で勝るオーストリア軍の攻勢の前に、フランス軍は防戦に回らざるを得なくなった。また、フランス軍は盛んに略奪を働いたため、現地人の不満を招いた。同年3月、ジェノバで包囲され、3ヶ月にわたる牢城戦の後、6月4日に降伏した。このため、 マッセナ軍は6月14日のマレンゴの戦いには参加できなかった。その後、マッセナは一時軍籍を離れ、立法院議員を務めた。1804年、皇帝に即位したナポレオンは、マッセナを軍務に復帰させ、合わせて元帥に昇進させた。1805年、再びイタリア方面軍司令官に任命され、ベローナを制圧して、オーストリア軍の進軍阻み、 さらに同年10月30日のカルディエロの戦いで、オーストリア軍を破って、多数の捕虜を得た。1806年、ナポレオンの兄ジョゼフが、ナポリ王になると、マッセナは、ナポリ軍の指揮権を与えられた。しかし、この時も略奪を働いたために、現地人の反感を買った。1808年、リボリ公爵に助せられた。1809年、 第5次大仏大同盟が結成されると、マッセナは第4軍団司令官となり、オーストリアへ侵攻した。アスペルン・エスリンクの戦いで、フランス軍の前衛が敗退したとき、マッセナの第4軍団は友軍を救援し、さらに共闘法を守り抜いた。この功績と、続くバクラムの戦いで挙げた功績により、エスリンク大公爵に助せられた。1810年、マッセナは、 ポルトガル方面軍司令官に任命され、半島戦争に加わった。同年9月27日、ブサコの戦いで、初めて同盟軍と衝突した。イギリス軍司令官の初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーは、決戦を避けて、同盟軍をトレス・ベドラス戦まで後退させた。マッセナ軍は、トレス・ベドラス戦を抜けないまま、徐々に消耗していった。1811年、 イギリス軍の援軍が到着すると戦況は逆転し、同年3月5日のバロッサの戦い、同年5月3日のフェンテスでオニョーロの戦いなどで、フランス軍は敗退を繰り返した。マッセナは軍司令官を解任され、マルセイユの司令官に降格された。その後、ナポレオンが退院し、ルイ18世によって王政が復古されても、マッセナはマルセイユ司令官を務め続けた。 エルバ島からナポレオンが脱出し、いわゆる百日天下が始まると、マッセナは彼を支持したが、軍に加わることはなかった。ワーテルローの戦いで、ナポレオンが敗北した後、王政を支持しなかったことを理由に、すべての軍務を解任された。1817年4月4日、パリで死亡した。マッセナは、独占欲が強く、貪欲な人柄であったとされている。 また、戦場に断走させた愛人を連れて、歩くほどの女好きでもあった。その性格から、しばしば問題を起こし、特に、イタリアやスペインでの大々的な略奪行為は、批判されている。一方で、軍事指揮官としては、非常に優秀な人物であり、特に、リボリの戦いに見られたような機動戦を得意とした。マッセナを、ナポレオン機械の元帥の中で最優秀と評価する。 歴史家もいるほどである。ナポレオンも彼の能力を高く評価しており、一時は軍部を離れていたマッセナを即位後直ちに元帥に復帰させたことはその現れと言えるだろう。半島戦争で敵となったウェリントンもマッセナの公認司令官となったツールトと,と比較し、マッセナの力量の方が上であると評価している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。